アブドーラザブッチャーをはじめ強豪外人レスラーも多数参戦。全日本プロレス中継新春プロレススペシャルは1月2日夜6時半放送。ダイアント馬場輪島宏指定コンビに日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が贈られました。さあブッチャー TNT 組の入場です。さあ懐かしいぞ、ブッチャーのテーマだ。そしてブッチャーコールが起こっている。あのアブドーラザブッチャーが日本武道館に戻ってまいりました。日本各地のブッチャーの人気は不動、まさに世界99度の暑さであります。さあやってくるぞ、黒い水敵、黒い恐怖、悪のヒーロー、アブドーラザブッチャー。このエイプセン、あのファンクス、ハンセン、プロディーだと強烈な流血戦を展開、日本は蘇りました。そして今馬場輪島との新たな交渉が始まろうとしています。全日本プロレスにさあブッチャーが帰ってきた。馬場とは6年7ヶ月ぶり、ブッチャーの胸に巨大するものは一体何か、そしてブッチャーの目は何を訴えかけているんでしょうか。ブッチャー組12点、この勝負に優勝への望みを託します。ババブッチャーの日本対決、6年7ヶ月ぶり、そしてブッチャー輪島初対決ですね。そうですね、やはりババ選手とブッチャーの過去の名勝負、はい、これを期待しての大拍手大声援ですね。ブッチャー組は現在12点、トップグループの天竜組、ブロディ組、ハンセン組が14戦ですので、勝てば優勝のチャンスも残されてはいます。そして片や11点、優勝の可能性がなくなりました馬場組も優秀の美を飾りたいところ。さあ輪島が入れ込んでいる、ブッチャーは控えに入りました。まず TNT とそして輪島で勝負が始まります。山田さん、馬場選手は言っていましたが、今日のこの試合輪島がどれだけブッチャーに意地を見せるか、ここがポイントだよと言っていましたよ。そうですね、ですからこのリーグ戦を振り返ってみますと、優勝への望みは確かに立たれたんですが、はい、輪島選手の根性の復活というものはもう明らかにありましたからね。そうですね、おそらく今日のこの対ブッチャー戦でも、はい、素晴らしいファイトを見せてくれると。山田さん、馬場が輪島に行け行けというように、ブッチャーも TNT に行け行けと今指示しましたね。そうですね、さあまずはパートナー同士の激突、 TNT 2位を出す。山田さん、このブッチャー組好調の裏には、ハッスルの裏にはこの陰に TNT の存在があるんですね。もちろんそうですね、ラリアット左、この TNT の活躍どう見てますか山田さん。いや、これはね、やはり若い力でしょうね。そうですよね、これどちらかというと TNT は速攻型ですし、はい、輪島選手はどっちかというと、はい、最初はねスタートは割と遅いんです。あ、見てください、ブッチャーのお得意の空手のポーズ、ブッチャーが帰ってまいりました。まずはきついお見舞い、ショルダータックルを輪島に見舞っていきました。この目、この迫力、骨の髄までプロであります。ブッチャーの復活祭となるかどうか。さあどうだ、ヘッドバットが飛んでいく、初めて洗礼を受ける輪島、低い投げ、お顔を奪われた、地獄好き、ブッチャーの独断状になっています。輪島苦戦を制されました。そしてクイックタッチは TNT、 序盤戦の展開、山田さんどうですか。やはりね、輪島選手はねスロースタートを巧みに疲れてしまいましたね。そうですね、まだエンジンがかかってないですよ。はい、でもねこれじゃダメなんです。そうですね、やはりねこういう速攻型の選手を相手にした場合は、はい、自分もスタートを早めなきゃいけない。ブレンバッター返していきました。山田さんのお話のように、さあ輪島反撃だ、キックだ、キックだ、輪島キックだ、ローキックが打っていく、TNT の背中に打っていきました、フライングレイヤー、いい形を作ったぞ輪島。さあそしてジャイアント馬場にタッチを行います、ジャイアント馬場にタッチを行います、
さあ TNT を捕まえるジャイアンツ馬場、豪快近藤ノーテンチョップ16番ジャイアンツ馬場の16番。さあブッチャーがこれを冷静に見ていますが、さあ馬場とブッチャーの対戦はどこで見られるか。まずは TNT を完全に翻弄しています。まあ、このあっと早くも山田さん TNT の額が割れたようですか。そうですね、馬場選手のキックですね。そうですね。さあ流血戦になりました。ディフェンスする馬場、ああ意に返しません。下に潜り込んだんですが、なおもノーテンチョップの乱れ打ち、これはすごい。さあおっとブッチャーが先に手を出した。さあ馬場とブッチャー6年7ヶ月ぶりの対決であります。さあブッチャーもデモンストレーション。さあ待ち受けるジャイアント馬場は至って冷静であります。さあ3メーターの距離を置いて両雄睨み合いました。さあどこで組み合うのか、右へゆっくり回りました。ジャイアント馬場睨めるような表情のアブドーラとブッチャー黒い自立地であります。さあ今組み合った、おっと地獄突き、キックと地獄突き、一つずつ出しました。ロープにもたれかかるところをさらに地獄突き、ヘッドバット、馬場の体が大きく揺れる、上半身にとって下に打ち分けるものすごい。1回リベンジしてノーテンチョップ見構えるブッチャー。山田さん素晴らしいファイトですね。あのね、ブッチャーのね、ものすごい闘志がね、はっきり見えますね。そうですね。そして馬場もそれに応える、逆転で倒れないザブアブドーラとブッチャー大見えを切る。やはりね、馬場選手の攻撃も素晴らしいので、はい、ブッチャーはああいうポーズをとって自分で気合を入れてるんですよね。なるほど、ここは俺の縄張りだ、このようなポーズを見せました。アブドーラとブッチャー腰をかがめて、そして上から見下ろすのはジャイアンツ馬場、下から見上げるのはアブドーラとブッチャー。さあ、こういった表情、今の表情どうご覧になりましたか。そうですね、さすがの馬場選手がね、はい、なかなか手を出せないな。はい、おっと消えという声を発生した。山田さん、耳そぎショットですか。深いですね。深いですか。カマンカマンと言ってますよ。あーと、このブッチャーが早くも反撃、消えというこの悲鳴の後にすぐ反撃に転じるんです。アブドーラダブッチャー TNT を呼び込みました。 TNT もオープン、いつの間にか地獄突き。さあ、そしてラバの巨体に何を持っていくか。あーとなってきた、素晴らしい。このキックで馬場選手のあの長身の顎に届いたんですよ。高く足が上がります。膝も伸びきっていました。山田さん、外人でこんなにトラフィックうまく打つ選手いますか。いや、いませんね。本当にすごい。もう鋭角的にね、顎を完全に捉えてましたね。私、歌舞伎を見るような気がいたしました。驚きました。かなり使い込んでいますね。すごいですね、はい、いわゆる本物のキックですね。びっくりしました。さあ、その TNT から今度はダブルドーブのブッチャーが待っている。ジゴフティカウンターで決まった。そしてアッタブレイフライングソーでテールボー、ドクハリ危ない、ババ危ない、輪島が勝ち込んでました。さあ、輪島とブッチャーか。このブッチャーの表情、ジャイアントババがこの間に TNT にちょっかいを出しています。試合の権利のあるのはジャイアンツ馬場とブッチャー。山田さん、このブッチャーが言っていましたが、落下したも手伝って俺はきっと燃えに燃えるだろうなと言ってましたが、その通りになりました。いや、実にね、好調そのものですね。そうですね、それにあのとにかくファイティングスピリッツがね、実に素晴らしいですよ。そうですね、ブッチャーにハンセン、ブロディも刺激されましたが、山田さん、逆に言いますと一番刺激を受けて燃えたのがこの馬場選手じゃなかったですかね。だろうと思いますよ。そして今度は輪島だ。さあ、組み合った、もろ差し、いや左が入っている、いや、もろ差しだ、もろ差しにブッチャーを食い止めた。さあ、食い投げか、立ち投げか、おっとブッチャーの140キロをどうだ、持ち上げるか、フロントスープレックスか、なんだ、おっとブッチャーの巨体が波打っている。さあ、相撲技いった、左立ち投げ、豪快、黄金の一人によみがえる。
さん言っていましたよ、相撲時代大きい力士はたくさんいたからなと。そうですね、まあ、回しがなくてね苦しいですが、よくなりましたね。あっという間に反撃を返してしまいます。輪島倒れました。 TNT とタッチであります。しかしこのシリーズ輪島は本当にその粘りといいますか、天竜さんと30分のドロー、そしてブロディとの初対決でももう当たって見事砕けました。あっぱれと痛いですよね。ですからね、そこでね根性が養われていくわけですよ。そうですね、さあゴールデンアンドンバー、そしておっとブッチャーにも、ブッチャーにも打っていく。さあブッチャーと輪島の争いの構想が生まれるのかどうか。さあ後ろからちょっかいを出すのは TNT、 足が上がる、おっと腰に打っていく、そして肩口にも打っていく。上を抑えているのはアブドーラとブッチャーであります。微妙な連携を見せております。山田さん、この馬場も輪島にもう思いっきりやらせてると、そういう感じですね。そうですね、まあとにかくやるだけやれと、はい、いうことですよ。そして今度はジャイアンツ馬場の登場、 TNT を相手にします。あのブッチャーは言うんですがね、馬場がハッスルしているのも、全日本プロレスの全員がハッスルしているのも、そしてブロディもテリーもドリーも俺が全部売り出した、俺が全日本マットを活性化しているんだと、まあ、思い込みといえば思い込みなんですが、プロですね、ブッチャーの、それはもう本当にプロ中のプロで、もう体を張っての勝負ですよね、はい、さあ馬場 TNT を捉えたか、誘惑マン TNT はもうぶっ倒れるように真っ逆さまに落ちました。さあそして輪島にフィニッシュを任せるのか。さあ輪島スノータックル、今日はいろんな技があると言います。輪島、さああのエプロンに控えているブッチャーもこの輪島と早く一騎打ちがしたい、こう言っています。さあ TNT にゴールデンギロチンネックブリカードラップ、さあどうか、観察、ブッチャーのエルボーが鳴っている。このブッチャーは新春の武器の来日が決定しています。こうして馬場と輪島と、あるいは来年ハンスとハンセン、ブロディと新たな構想をお声を出していくことでありましょう。さあそのブッチャーと輪島、ブッチャーと馬場です、ブッチャーと馬場です、場外戦を展開します。リングの中ではバックドラップ、輪島バックドラップ、さあ抑え込んだ、カウントプレーが入った、ブッチャー間に合いません。ブッチャーが日本に優勝への望みを掲げてしまいました。ブッチャーグにこれで12戦止まり、そして馬場輪島コンビは優秀の美を飾りまして13戦でシリーズを終了いたしました。しかしまだ輪島とブッチャーがやり合っています。輪島の場外を取り上げました、アブローラーとブッチャー、おー山田さん、強敵はまず馬場のようですね。そうですね、さあ9分34秒片寄り固め、輪島が TNT を捉えて馬場輪島組の勝ち、正式体制を終えていますが、ご覧のようにブッチャーの好みは一体何を物語っているんでしょうか。さあやれやれというこの声援が日本武道館1万3700人のお客様から起こっていますが、輪島もかなり気合が入っています。いつでもブッチャー来いという表情です。山田さん、まずこの春コロナ戦、南アフリカで強の強を取れました。このこのブッチャーであります TNT と今花道を引き上げます。それにしましても、まあ、両チームこの春園田選手の家の前でいい配当を展開してくれましたね。山田さん、そうですね、まあ、あのリムカイドの家も、はい、本当に、ね、喜んでると思いますよね。そしてこの春園田選手の本当に息子のように可愛がっていましたジャイアンツ馬場選手、できればこのシリーズ優勝したかったんだが言っておりましたけれども、何やにもう本当に山田さん、馬場選手、そして輪島選手、頑張りましたよね、このシリーズ ね、本当によくやりましたね。はい、馬場選手、輪島選手、そしてブッチャーとの構想も来年繰り広げていくことでありましょう。そしてまたブッチャー組やハンク・ハンセン、ブロディとも来年構想を広げていくことでありましょう。アブドーラザ・ブッチャーの次期来日、非常に楽しみであります。